けど、ご飯は全部で登った日の昼、うん、夜、次の日の朝、朝昼、うん、で、洋食分なんですけど、うん、全部モンベルで今回は買いました。ご飯、この米系ガパオとカレーと、うん、あとはシーフードのカップヌードルの山用のやつとパスタ、うんうん、で朝はまあこういうので済ませようかなっていう、うん、あとはまあカロリーメイトっていう感じですかね、うん、そうだね。この辺のご飯は結構お湯3分入れただけで全部できる、できる、これもそうだね、うん、でこれも冷凍3分っていう感じです、うん、であとはおやつみたいな感じで、うん、ビターインゼリーエナジーインとグミとあとはブラックサンダー、ちょっと冷蔵庫に入ってますが、ブラックサンダーをいくつか持っていこうと思います。で、あと水分はアクエリアス、ポカリ1本ずつと水、うん、全部で1人1リットルになるように持っていきます。で、登った後はあと山の上でお水、うん、もらえるので、うん、こういうウォーターバッグ、まあ、最近ダイソーで買いました、うん、これね 3.9 1個で、うん、多分そんな入れないよねっていう大容量ですね、はい、こんな感じです。はい、であとキッチン用品、うん、まあ、まず火、まあ、ガス、うん、でガスにつけるやつ、うん、つけてみよう。 MSR のポケットラケットを使ってます、うん、あのシアトル、アメリカシアトルのブランドですね。アメリカで買いましたね、これも、うん、安かったよね、アメリカで買ったら。こういう感じですね、2000円ちょっとで、うん、こんな風になって、うん、で、そこをひねると、うん、ここね、そこをシュッとひねってライターピッてやったら火がつきますっていうやつです、うん、で、この上に、鍋、基本こっちですね。これはスノーピークの、うん、900ml 入るやつ、うん、これでありで、うん、っていう感じ、うん、それプラスこのコーヒーね、そのコーヒー、モンベルのコーヒー入れるやつ、うん、これを一緒に持っていきたいと思います。あのフィルターのゴミが出ない、うん、エコなやつですね、うん、いいよねこれね、これね、うん、箸がいるんですけど、箸こう刺して、うん、で箸でまずこう返して、うん、こう乗せるみたいな。あ、そうだね、うん、はい、はい、で、あとなんでコーヒー、あ、コーヒーね、うん、と、まあ、箸、うん、ちょっと箸はいいやつ持ってないんで、バリバリ出してみます、うん、はい、あと、スプーン、フォーク、うん、は、ライトマイファイヤー、うん、スウェーデンのやつ、ね、そう、スウェーデンのやつ、うん、と、ライター、うん、と、はい、チョコレートティッシュも持っていきます、うん、はい、で、あとコップね。あ、そう、コップ、うん、コップもなんかこれいるんだよね、コーヒー飲む時にね、そうです、うん、これはもらいもんです、うん、これでいきたいと思います、はい、次はですね、登山用にですね、今回あのボールを買ったんですけども、これはアマゾンで、2本で3000円ぐらいでね買いました。で、まあ、これを選んだのはまあ安くて評価が高かったからっていうのが一番なんですけど、最初ここくる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 回すと、伸ばせます。で、マックス135cm まで、伸ばせるというこんな感じの、ストックです、うん、まあ、1人1本今回は、持っていきたいと思います。で、あとこれね、登山には結構大事っぽいんですよね、結構休憩したい時に気軽に座れないからということで、こういうシート、クッションのシートがあれば岩場でも簡単に座れるわけよ。もう座ったらさ、濡れてたりとか、いたりとかっていうことがあって、これちょっと防水じゃないんでね、まあ、その辺の家に転がってたやつなんでちょっとあれなんですけども、まあ、普通に座布団がコンパクトになったやつ、100均にもね、これ売ってたんで近いやつが、それで揃えるのが、いいんじゃないかなと思います。で、あと、登山にめちゃめちゃ大事なのはこのライト。今回の一泊する登山なので、夜だったり朝方は真っ暗です。なので、僕はですね、昔買った、どっかのホームセンターで買ったですね、めちゃめちゃ安物の、まあ、ライトです。で、
え、ジュリがね、今回モンベルで新しく買いました。めちゃめちゃ明るい、ね、やつです。何ルーメンぐらい160ルーメン、うん、すごく明るいね、いいライトです。これもアウトレットちょっと安くね、買いました。結構古い方だね。あ、そうだね。で、あとさっきも紹介しましたけど、まあ、なんか緊急事態とか寒い時期にこういう防寒エマージェンシーシートが1個あると、便利なので持っていきます。で、あとは洗面的なものは、まずタオル、まあ、このコクーっていうブランドの、うん、タオル、これはね、旅中も大活躍、うん、もう、うん、普段もそれと言っても過言じゃない、うん、これを2つ持っていくのと、あと、うん、歯ブラシ2つ、うん、それぞれと、あと私はコンタクトなので、まあ、コンタクトの液、歯磨き粉、まあ、あとなんかまあサラサラシート的なやつで取り過ごそうと思います、はい。で、あとは虫よけ、うん、どんなもいいかわかんないですけど、やっぱ結構アブとかね、うん、刺されたやだから虫よけと、うん、あと日焼け止めですね。普段私はほとんど塗らないんですが、まあ、太陽に近づくということで、うん、高度高くなるからね、まあ、日焼け止めはこだわりなんもないんで、うん、まあいいや、うん、で、あとは、まあ、薬とかバンドエイドとか何かあった時用のものですね、うん、あの痛み止めとか、なんだ、薬草丸、薬草丸とか、まあ、バンドエイド各種、うん、カコンと、カコンとって感じです。はい、はい。最後にですね、紹介したいのはガジェット系ですね。あのカメラだったりバッテリー系統です。で、僕たちはこの普段使っている、まあ、一眼レフミラーレスですね、ソニーの α6000 を持っていきたいと思います、うん。で、これに単焦点のレンズをつけているので、まあ、ちょっとぼかしたい写真だったり、ボケの動画を撮るのは、これでやりたいと思います。で、ちょっとうまく撮れるかわかんないんですけど、レンズを変えて、タイムラプス、夜のね、夜空とかもちょっと撮ってみたいなと思います。で、あともう一個ですね、今回GoPro Max を、買いました。で、これ両方にね、これレンズが付いてるんですけど、360度カメラ、両方撮れる、やつです。で、これのいいところはですね、自撮りがね、できるということです。で、ここで簡単にね、切り替えができるので、今度は僕側、うん、っていう撮り方ができるので、Vlog だったりにすごく向いてるカメラです。うん、で、このカメラはですね、GoPro、特にこの MAX ぐらいから、まあ、GoPro 8もそうなんですけど、この縦入れ、ズレ、なんだっけ？ジンバル？あ、ジンバル機能がね、入ってるんで、揺れにすごく強いんですよ。特にこのマックスめちゃめちゃ強いので、登山とかね、結構揺れ動く時が多いんですけども、まあ、それがすごく抑えられるっていう良さがあります。で、あとマックススーパービューティーってすごい広角で撮れるので、それは GoPro 8よりもさらに広く広角になっているので、山だとか景色の広い範囲が撮れるっていう意味でめちゃめちゃおすすめの、カメラです。で、もともとこれこの状態っていうか、この棒はついてないです、うん。で、ここも家にあったやつをね、新しく取り付けたんですけど、このネジ、うん、のタイプに全部を、まあ、合わせると、普通のこういうカメラのね、下とかも同じような仕様になってるんですけど、これに、これをこう全部はめるというスタイルです。で、これインスタ360って言って、他の360度カメラの自撮り棒です。なので、こんな風に取り付けて、ピーンと70センチかなまで伸ばせます。で、ここの一番下にですね、三脚をつけて、これも同じようにね、全部やってるので、ここにつけてもいいし、まあ、ここにつけてもいいし、うん、いう風にしてます。これはフェイユテープっていうところ のジンバルを買った時についてたやつを使ってるので、これ単品ではちょっと売ってないんですけど、まあ、似たような商品っていうのはね、売ってると思うので、それ合わせて、手持ちかつ、三脚として使うっていうのはすごく、ありな使い方だと思います。伸ばした状態でその三脚は不安だよね。うん、まあ、そうだね。だよね。まあ、これぐらいならいいけど、ちょっと岩場とかだったら、まあ確かに。ちょっと、ああ、まあでも意外にいけるね。うん、平地なら、これで全然、いけると思います。なるほど。
はい、であとは携帯もね、あの iPhone10、うん、僕持ってるのでそれで基本的に撮るんですけども、今はこれ撮ってますね。あ、そうだね、うん、でやっぱバッテリーがねどうしてもいると思うので、このアンカーの、うん、バッテリーですね、ちっちゃいけどめちゃめちゃたくさん入るので、うん、まあ、これで結構用は足せると思います、うん、で、まあ、充電ケーブルが必要なので、この充電ケーブルと、あとはカメラ系統のねバッテリーと GoPro 系統のバッテリーと充電器もですね一応持っていきます。で、ここから充電はねもちろんできるんですけど、もしちょっと足らないとかっていうことがあれば、このソーラーパネル、うん、ヨークシャっていうところが出している、ソーラーパネルです。ソーラーパネルの中では、まあ、かなり軽量化されていて、発電量も多いあのソーラーパネルになっているので、まあ、休憩がてら、こう広げてここの USB で、うん、挿して充電をするということをですね、やってみたいと思います。かっこいいよねこれ。これ普通にかっこいいね、うん、これ韓国のねメイドインカー、うん、があのクラウドファンディングでねやったあのやつなんですね、うん、これはもともと持ってたやつ。はい、もともとサバイバル用にですね、はい、持ってるやつです、はいはい、で、あとこれもあのソーラーパネルがついたで電気です、うん、こんな感じに、うん、なるので、こんな風にね、うんうんうん、まあ、今ちょっと昼間なんであんまりですけど結構明るいです。で、点灯式もあって、うん、ね、これは友達がプレゼントしてくれたんですが、うん、すごく 超愛用してるで、いいよね、うん、でここ手で持てるようになってるので、うんうん、あのフックで引っ掛けたりとか、うん、トイレに行く時とかにもすごくあの使える、電気です、うん、この潰せるっていうのはいいよね、うんうん、なんかでかいと邪魔になっちゃうから、たくさん出てるよね今そういうのね、出てるね、うん、であと一応三脚もう一個このね、うん、あのやつも持っていきたいと思います、はい、であと SD でね、うん、でこの辺の系統はあんまちょっと濡れてほしくないので、あのジップロックに、うん、まあ、入れていきたいと思います、うん、はい、これで、今回の初めてのテント泊登山の持ち物紹介を以上で終わりたいと思うんですけども、まあ、実際にこれを使ってみて、あのそのレビューだったり、あとは登った時の様子とかもですね今後アップしていきたいと思ってますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。で、このチャンネルでは旅のことだったり、まあ、旅のグッズのことだったり、いろいろ紹介してますので、ぜひ、見ていただけると嬉しいです。今回の動画が、面白いなとか役に立ったなと思っていただければ、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。